神戸城並木と北海道のせともちです。予測変換クイズ。大の通りです。スマホの予測変換を当てるというクイズなんですけれども、答える側がひらがな一文字を選びます。例えばラとかします。そしたら出題者のスマホのキーボードでラと打って一番初めに出てきた単語を当てるというクイズでございます。まあ、これの出題する側になるということは、まあ必然的に自分の予測変換がバレてしまうというちょっと恥ずかしいね。やばいな、ちょっとやばい。じゃんけんで決めます。最初はグー、じゃんけんぽい。うわー、そいつもあいこでしょ。うわよし、おし、おし、おし。最初はグー、じゃんけんぽい。あー、ありがとうございます。というわけで今回はもっちの予測変換クイズです。やっていきましょう。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。しょっぽい。しゃ、一問目だからね。お、おお、おかでも俺もうこれしかないなって思ってるんだけど。おっぱいしか思いつかない。まあ可能性もゼロじゃないからね別に。お前おっぱい興味ないじゃん。あるだろ別に。僕はオッケーです。まあ無難だね。無難だね。で俺もオッケー。俺はもうオッケー。オッケー。だから俺はこうちゃんとオッケーっていうのかオッケーって略しちゃってるのかどっちかで迷ったんだよね。いやこいつオッケー使わねえ気がすんだよ。見たことないもん。正解は俺は嘘。マジかよ。俺は俺も俺らはお母さん。最初グーじゃんけんぽい。しょしょぽいちょしょと。おお、とか。絶対出てこない。なんか自分が有利なやつ。あ、そうだ。なんで俺難しいのにしてんの。うわ、バカだ。分かった、俺は。俺も分かった。やばって、ゲシュタルト崩壊してきた。いきます。俺は、と。俺も、と。おー。俺、とりあえず。あー。寒いって言ったら、うん、接続詞的な感じだから、とは単体かなって思った。正解は、と。よいしょー。寒い。最初はグー、じゃんけんぽい。よいしょ。な。な。な。いや俺これはね、あんのよ。なんだよ。これは、なに。なにね。まあまあまあ。なんでです。なんで。あー、これは、なんでだけど、ハテナがついてる。あー。ちょっと迷った。そういうね。正解は、なんか。なんか。かーかかなんか。なんかいつ使う。あ、あー、ちょっとしょうもないかな、これは。当てに行っちゃった感じはある。じゃあいい、乗せたら。あざす、あざす言ってる気がする、俺は。いやもうこれはシンプルにありがとうだと思ってる。はいはいはい、俺もありがとう。なるほど。言い方の問題かな。正解は明日。なんで、なぜ。おい、感謝をしろよ。え、感謝のさ、予測変換はないの。2番目はありがとうだった。わあ、アザス使えよ。アザスはなかったの。3番目は足元。どういう会話。じゃんけんぽい。おー、やっときたよ。絵で。おー、5本目に持ってきたい。エロ動画かな。ちなみに俺の絵見たいよね。俺エロ漫画ですね。俺絵心とか絵とか。お前好きよ。あのエンドゲームです。おいー。まあ俺がどっち派っていう話でもあるよね。いや、もう確定なのか。どっちだろうな。似たじゃないか。俺は A です。この伸ばし棒。そう、俺はもうシンプルエロよ、なきゃダメ。僕は絵です。正解は駅。なぜ。おもろくない。おもろくないよ本当に。じゃけんぽい。こいつ以外だったら俺は背にしたいんだけど、絶対にない。こいつの脳にセックスという単語はない。二文字にする。俺が一文字言ってのせが二文字目を考える方式で、俺はじゃあまやってんなー。まあでしょ。まあ悩むな。何になるかな。悩んでねえやつ。あいうえおかきくけこ。あ、わかった。僕はうかって
当てたい、これは、これ当てたいね。さあどうだ、さあどうだ。え、これさ、あれだよね、漢字がひらがなもさ、ちゃんと当てないといけないよね。もちろん。じゃあ俺一番最初がいいっす。いいっすか、うん、はい。今見てください、この顔をね。こいつがまあエロいことを考えてるとは思えない。確かに。ということで僕は漢字の万です。あー、僕はですね、これ好きなんじゃないかな、漫画です。正直めちゃめちゃ葛藤しました。葛藤した結果、はい、万です。いいですか、正解は万です。やったー、この万です。本当に面白くない、マッコだろ。2番目は、はい、この万にキロで万キロっ